皆さんこんにちは産婦人科医の高橋れ奈です。いつもご視聴ありがとうございます。コメントもありがとうございます。本日はですね、性教育についいいてお話をしたいと思います例えばですね、自分のお子さんとか周りにいる小さなお子さんにどうやって自分が生まれたのか、どうやって赤ちゃんができるのかというふうに聞かれたら、皆さんどういうふうに答えますか いろいろな答え方があると思うんですけれどもそしてなかなか正解っていうのは難しいと思うんですよそのお子さんのご年齢だったり理解する能力とかにもよるとは思うんですけれども基本的には淡々と答えてあげるのが一番いいんじゃないかなと思います客観的な事実として本当のことを伝えてもらうのがいいかなと思います一つの例としては例えば男性には精子という赤ちゃんの元があって女性には卵子といって赤ちゃんの元があってそれが出会って初 初めて赤ちゃんができて妊娠してお腹が大きくなって出産するんだよっていうのを伝えてあげるだけでもいいかなと思います。そしてそのためには性行為、セックスと言って男性器を女性器に挿入する行為があるんだよというのも教えてあげてもいいかなと思います。それはね、お子さんとかご年齢とかにもよるとは思うんですけれども基本的に事実をきちんと教えてあげるのがいいかなと思います。ここでやってはいけないことっていうのを お伝えしたいと思いますまず一つ目は嘘を伝えるということですこれ私も実はそういう風うに言われてたんですけど コウノトリがが運んんででくるるとととかかああ私言われれてたたたのは鼻の穴から生まれてきたよみたいにこすお父さんにそれだから僕の鼻の穴は大きいんだよみたいに言われてそうなんだみたいに思っちゃったことがあるんですけれども嘘を伝えてしまうと本当にそれを信じてしまって例えば本当にそのまま将来生理が始まったり精通が始まったりして性行為をする年齢になった時にその性行為をしても妊娠しないって思ってしまったりする人もいると思うんですよ。ココウウノノトトリリが運んでくるからコウ 運んできてないからまだ大丈夫でしょみたいなそういう風に思ってしまう人もいるかもしれないので嘘っていうのはやっぱり良くないなと思いますあとはですねもう一ついけないことはぐらかすっていうことですねはぐらかしたりあとはもうそんなの聞かないのとかその質問をたしなめるみたいな大人になったら分かることですみたいに言ってしまったりするとあもうこういう質問ってしちゃいけないことなんだとかこういうことって聞いちゃいけないんだみたいな感じでお子さんを持ってしまうかもしれないのではぐらかしたりその質問をすることを咎めるような。 のことは絶対にしてはいけないなと思ってます例えばまあ私の TikTok とかいろんな YouTube のコメントとかにはこう本当に小6とかで初めて生理が来たんですけど親に言えませんとか妊娠したんだけど親に言えませんというコメントが結構来るんですよ親に言えないっていうのは結構親に恥ずかしくて言えないとかそういう性の話をする環境が整ってないってことだと思うんですけれども例えば小さい時に赤ちゃんでどうやってできるのとかセックスって何って聞いた時にそんなこと言っちゃダメですとか性に対して 禁止みたいな感じでネガティブな感じを親から子供に伝えてしまったりするとこの話はしちゃいけないんだとかこういう話をしたら親は怒っちゃうんだ。 っていうふうに思ってしまって例えば生理の話だったりなんか性の相談とかあった時に親にできなくなっちゃったりするんですよねなのでやっぱりその性に関していけないこととか汚いことみたいに言ってしまうのは絶対タブーだなと思いますなのでですね嘘をつくとかはぐらかすそしてその質問をすることを咎めるようなことは絶対にやめていただいてあくまでも客観的な事実として言ってもらえればいいかなと思いますで例えばお父さんお母さん世代例えば20代30代とか それ以上の方がですね子供にえ「赤ちゃんでどうやってできるの?」って言われた時にやっぱりセックスに関してどうやって伝えればいいかって思っちゃうと思うんですけどなんとなくそのハードルの高さっていうところは性行為がちょっといやらしいものとか思ってるのが潜在的にあると思うんですけれども性行為自体はやっぱりその動物もあるように本能ですしそれに関して恥ずかしがったりする必要もないと思うんですね。そしててお子さんんっていうのはなんかエロいこと 聞きたいとか。 親かからなんか聞き出してやろうみたいなからかってる気持ちとかも全然ないわけなので単純にどうして僕が生まれたのかどうして私が生まれたかとか本当にどうして赤ちゃんがどうやって生まれてるのかを単純な疑問として知りたいわけなので別に何て言うんですかね親のプライベートを根掘り葉掘り聞きたいとかいうわけではないのでそれはもう自分のことと一回話して客観的な生物学的な事実として伝えてあげると結構納得することも多いんじゃないかなと思います。 と思います。ここで一つの例なんですけれども私の友人ですごく親から誠意に関してタブー扱いされてる子供の時からそうやって性は悪いいいことだ、だ汚いものだみたいな感じでで教えられてる友人がいたんですよで。その友人は男性だったんですけれどもこう性は悪いこと性器気は汚らしいものみたいに思って過ごしたみたいなんで人生で一度もマスターベーションをしたことがないってい子がいました。で、 その子は結婚をしてその相手の女性の方も実はすごく性に対してタブー視されたたた家庭だったみたいなんですよなのでその夫婦っていうのはそういうういいいい行為を一切ししないという夫婦がいましたただそれはお互いがそういう行為をしないっていことで納得がいってるとは思うんですけれどもただしその性行為自体は本能的なものなのにもかかわらず親からその性は悪いことみたいに言われてることってやっぱりいろいろ問題があるなと という風に思います。実際、例えばその人たちが子供が欲しいってなった時に、じゃあどうすればいいの？って話じゃないですか？まあ、不妊治療とかもあったりはするんですけれども、そういう問題も出てきたりするので、そもそもこう性が汚らしいことって言いながら、親はじゃあ、自分は子供産んでるじゃん。っていう感じじゃないですか？なのでですね。もしかしたらこう親は覚えてないかもしれないですけれども、そういう子供から赤ちゃんでどうやってできるの？みたいな質問があった時にはぐらかしたりとか、そういう質問はしちゃいけません。みたいに。に 言ったことを実は子供って結構覚えてたりするんですよね。まあ、その程度に差はあれ、やっぱりその本当に子供って親の表情を見てたりとか、すごく敏感だったりしますので、いつでも子供からそういう質問が来るかもしれないっていうのを想定して勉強しておいていただきたいなと思います。でまあ、ちょっとここで宣伝なんですけれども、実は私あの性教育の本の鑑賞をさせていただいたんですよ。で、それで第2弾として。 じゃん生理の話生理に関しての本が出ました。で実はこれ生理とは書いてあるんですけれども、まあ、生理に関してもいろいろ書いてあるんですけど男の子の精通のことだったりとかあとはその赤ちゃんでどうやってできるのとか男子とか精子についての話とかあとは、まあ、産婦人科の病気についての話とかもいっぱい盛りだくさん入ってますので是非その生理に関してどうやってお子さんに伝えていけばいいんだろうとか性教育に関してどうやってお子さんに伝えていけばいいんだろうとかこれからぜひ 思春期のお子さんとかまあちちゃお子さんもそうなんですけれどもこれからいろいろ自分から伝えていきたいっていう人に是非読んでいただきたいなと思います是非お子さんんととも一緒にです、ね、読んでいいいたただきたいなと思いますしよかったらその小学校とかあとまあ幼稚園だとちょっと早いのかなこれ漫画の主人公の女の子が小学生って設定なので是非よかったら小学校の図書館とかあと児童養護施設さんとかにも是非おいていただきたいなと思います。これ漫画でですすすごいいかりやすいんですよ前回のこう性教育の の本の方とは別のこうイラストレーターさんが書いていて漫画は野原あこさんというイラストレーターさんが書いていただいてますでこちらもですねまた可愛いレナ先生が出てきてなんか申し訳ない感じなんですけれども是非この前とはまたちょっと違うので見てみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。産婦人科医の高橋レナでしたまたまねー